若けりゃいいってもんじゃないんだよ。この町に良心的な店なんかないんだから、予約した店でぼったくられればいいんだ。やだ、恥ずかしいとこ見られちゃった。今ので足くじいちゃって、できれば抱き起こしてほしい。ごめんごめん、お兄さんだったか。元気してた？足のことなら演技だよ。ボディタッチは基本戦術だしね。でもお兄さん相手に小細工は通用しないし、する必要もないよね。一回くらい寄ってってよ。お兄さんみたいな人なら超歓迎なんだけどな。お店に内緒で料金私持ちでいいよ。残念。お仕事頑張ってね。天才ボーラー現れ！見たか吉田、テス様のジャイアントスイング見たか！何言ってんだよ、教会で一発もらった分のストレス解消してるだけっすよね、竹丸さん。ミッキー君は男の生理だったんだからしょうがないだろ。鉄が気にしてるのは一向に成功しないナンパの方だよ。控え、このチームカラーが目に入らねえか。俺たち自警団がクソぼった店と家庭ほったらかしで夜遊びする種馬くんに天誅下してやったぜ。ご通行の皆さん、
本当に危ないとこでしたね。俺様ちゃんたちの活躍によってホームの平和は守られましたよ。シュッと。おっさんいつまで丸まってんだよ。そんな言いたくねえだろ。ほらさっさと勉強代出そうね。許して。もう来ないから。生活日も入ってて。何人のまんまへ通ってんだカス野郎。おいほっとけよ。そんなことよりおっさん横にすんの手伝えよ。ケツポケに財布あっからさ。止まれや。天下のホームで俺らに挨拶なしか。誰のおかげで平和に暮らせてると思ってんすかね。厄介なのに絡まれちゃったね。さっさと振り向いて謝らないとあんたもぶん投げられちゃうよ。クソザコくん、無視して逃げてんじゃねえぞ。ビリだって。ビリ、最初から焦げてた気がするんですけど、火遊びですか。なんかおとなしくなっちまったな。暴力が怖いもんな。わかるわかる。俺らも痛いの嫌だもんな。あわかるよな。なんだよ、男のくせに綺麗な面してんじゃ。こいつ1年前にミッキー君を軽く走らったやつじゃ。確か千里さんでしたよね。おい、どう
うして誰も後ろ姿で判別つかなかったんだよ。どうすんだよこの状況。そうですね。17回って言えばどれだけ待ちくたびれたかわかる？私が暇すぎて新作のモバイルゲームをリセットマラソンした回数。リセットマラソンっていうのはね、初期ボーナス召喚で強キャラ出るまで赤消しを繰り返すことを指すんです。無駄でしょ。ゲームを始めるためのゲームだよ。びっくりするよね。これ以上無駄な行為ないって思ったでしょう。笑えよ。いただきますと、ちょっとこの放置プレイに興奮を隠しきれませんね。私ってばほら、基本無料だから。でもキャンペーン中に課金すれば SM 装備もらえちゃう。ちょっと黄ばんだのでも喜んで飲んじゃう。飲み干しちゃう。あ、もっと高くお尻上げた方がしやすい？これ完全に入ってるよね。だ、せんちゃんの憎い肉棒くらい肉肉しくって憎い。やばやばい。なんでこんなくったらないセリフで自分のセリフでツボに。やば。ちょっとタイム。気を取り直して、私とセンちゃんの仲じゃん。もっと気楽に行こうよ。何センリン、リセマラ燃え尽き症候群で立てない、運んで。何その顔、
大家であり雇い主でもある私に歯向かっちゃったりなんかしちゃうの？運べ。あいた箱、うわ、乱暴にされてる。センちゃんにリョナられて私目覚めちゃう。サードアイ開眼しちゃう。どこ行ってたの？今日は早く帰るって言ったじゃない。あんまり見つめちゃ穴が開いちゃうよ、せんちゃん。私に重課金カッコ借りしちゃう。私みたいなのが楽して生きるには、コツコツ貯めたコネを有効に活用するしかないしね。いた！頭が！いたいた！持病の課金癖と記憶喪失が同時になんて、そんな！
らね。私が仕事あげないもんだから、こすい車上荒らしに手を出しちゃったか。せっかく組むなら一発逆転で美術館でも狙えば面白いのに。アトリガリなんて、牢なしが真っ先に食いつきそうな芸のない遊びだね。一つ上の魔法技術を提供するアトリ。シェア率トップのマギメーカーも知らないの？色気ありすぎてごめん。目の保養も行き過ぎると毒だよね。一緒に気持ちよく一本行きます？副上司しときます？